今回は水仙の育て方をお話ししていきたいと思います。水仙、球根の植物、非常にメジャーな植物なんですが、さまざまな種類がありますね。これはちょっと大輪の真ん中がちょっと、ね、色が違うタイプで、これは花が小さくて方向性のあるすごくね強い香りがする、水仙ですね。さまざまな種類のある球根の植物、ね、春一番に一番でもないかに咲いてくる、まあ、春の早いうちに、ね、咲いてくるメジャーな植物だと思います。はい、球根のこの植物育て方、ちょっと普通の植物と違って独特な部分があるのでお話ししていきたいと思います。水仙で育てる上でのポイントはですね、花が終わったら、花が終わりますね、こうしおれて、で ここが取れてこの軸だけになるんですけども、花が終わったらですね、この花茎だけバチッと切っていただいて、葉っぱは絶対に切らないようにしてください。自然のままに任せてください。花が終わった後、花咲いてる時点では球根の栄養を使ってですね、花を咲かせてるんですね。で、その後種つけようとするんですが、そこは阻止して花茎をバチッと切ってしまいます。で、葉っぱだけになった時に、光合成で、球根を太らせて翌年の花の準備が始まっています。なので花が終わったからといって葉っぱも全部バチッと切ってしまうと、光合成ができないので球根を太らせることができず、翌年の花が咲かないということになってしまうので注意が必要です。はい、一番の注意はそこですね。はい、で、葉っぱも残してても大体そうですね、7月8月ぐらいには葉っぱは枯れてしまってなくなるので、もし掘り上げる場合はその時期に掘り上げて、で、球根が増えてますから分球しているのであれば分けて、だいたい植え付けは10月ぐらいに植え付けてください。はい、まあ、基本的にはそのままで、あの 庭に植えっぱなしで構わないんですが、何年もずっと同じ場所に植えてるとやっぱりだんだんになくなっていったりする場合もあるので、掘り上げて、まあ、違う場所に改めて植えてあげるとより、いいんじゃないかなというふうに思います。混んでくるしね。で、植え付ける場所はですね、特に土は選ばないです。できれば水はけのいい土に植えてください。はい、で、日当たりができるだけいい方がいいですね。光合成で球根を太らせるので、光が当たらないと球根はなかなか太りにくくなります。で、肥料もですね、やればやってもいいんですが、基本的には必要はないです。はい、で、夏場、まあ、冬を越して冬にも芽が結構出てきてて、春早い時期に咲く植物なので、夏場の時期は葉っぱ枯らして、暑さに耐えてるんですね。なので暑さにあまり強くない植物なので、まあ、もし鉢植えで管理されてる場合は夏場はですね、涼しい場所に移動した方が無難かと思います。ということで、意外に、知ってるようで知らない水仙の育て方でした。